カリッとサクサク。はい、こんにちは。今日すごいなんか、どんな感じなの？今元気、すごい元気。元気いっぱいっていう。元気いっぱい。今日は元気いっぱいなんでしょうか？今日はちょっと見せたいものがあるんですよ。はい。そうそうそう、大きなカバンなんですよ。やっぱね、たくさん物が入るからね。これは私の iPad で、今回はこのまるっとカリッとサクサクチャンネルのキャラクター を考えてきた。で、自分で描いてきたんで、それを発表したいと思います。そっか、まるまさんイラスト得意ですもんね。うん、とても好きなんです。やっぱりなんか、本当に一人じゃないんだぞっていうのが分かってくれると思うっていうか、やっぱりこのキャラクターたちも、もしかしたらどっかで見てるかもしれないじゃないですか。だからそういう気持ちで、なんかチームとして、なんかいいなって思ったので、ちょっと書いてきたんで見てもらっていいですか？はい、せーの。あ、すごい。あ、かわいいですね。うん。じゃあ、一人ずつ説明してもらってもいいですか？はい、あ、これ名前決めてなかった、そういえば。決めましょう。名前決めた方がいいね。どう？これは一応太陽をやっぱイメージして書いたの。太陽とか、なんだろうな、名前なんだろうね、名前何がいいと思う？この子はでも男っぽい。でも全然そう、太陽と関係ない名前にするかとかさ、名字とかつける？いや、いいじゃないですか。上から見るぞとかでもいいと思う。いいですね。上にいるぞとか。あ、いいじゃないですか。上から見るぞか上にいるぞ、どっちがいいですか？上から見るぞの方がいい。ひらがながいいと思う、全部。全部がひらがなのもおかしいのかな。上から見るぞ。うんうん、これ結構いいですね。で、これはなんか、みんなの友達みたいなイメージ。人見知りなしおちゃんっていうこの子、人見知りしないから。あ、男っぽさ、これにしようか。人見知りなしお、なし男、なし男おかしい、おの方がいい。で、この、はい、これはなんかクラゲみたいなイメージで、私が結構クラゲが好きなんだけど、はい、クラゲですか？うん、ゾウじゃないですね。うん、ゾウではないんですよ。なんかイメージがクラゲは結構あの人と人との間にも入るし、結構透明なんで、はい、間にいつもいる。アイダミツコ。でも私アイダミツオさんのパクリみたいになっちゃう。アイダミツコかアイダミツヨ。ミツヨ。これ女の子にしましょう。アイダのさ、アイダはさ、もうあのこの感覚の管理したんですよ。よ、え？いい。いい。でこれは。こちらはちょっと目玉焼きみたいなイメージで、お腹空いた時に見たら、あ、お腹ちょっといっぱいになるなみたいなイメージで描いたんですけど、はい、卵だからハンプティダンプティ、ハンプティダンプティいるわ、ごめんなさい。ハンプティダンプティいるよね。えぐみちゃん、あ、えぐみちゃんも可愛いね。ヤミーちゃん、ヤミーちゃん可愛い。じゃあさ、ヤミーちゃんだけさ、横文字にする？どう？可愛いかな？ヤミーちゃん決まりました。すいません、今のところでパチパチパチって入れてください。わかりました。いいね。上から水を、人見知りなしを、間三つよと、ヤミーちゃん。いいですね。決まりました。どんどん増やしていきたいね、なんかキャラクターは。お願いします。まるっとカリッと。これはあれですね、そういう絵を描く道具とか、うん、いつも持ち歩いてますか？結構持ち歩いてますよ。なんか新幹線乗ったりとかするときも描いたりとかするから、結構2時間半とか、大阪行くときとか2時間半だったり、広島のときとかめっちゃやっぱ乗るじゃないですか。昔はもっと乗ったみたいなんだけど、それでも4時間ぐらいだもんね。そうです。なんでそういうときに iPad で絵を描いたりとかっていうのは、これは結構必須品っていうか、自分の中の。じゃあ、うん、せっかくなんで、うん、
持ち歩いてる、うん、他の荷物紹介とか。え、荷物、はい、この中、はい、カバンの中身は何でしょう。なんかそういうのってあるじゃないですか、なんか予告みたいなの、ないの。やりましょう、せっかくなんで。え、本当にさ、何、な、待って、高木さん、ちょっと待ってよ。何見るんですか？え、カバンの中身。ちょっとね、カバンじゃない、カバンの中身ってさ、いきなり、はい、いや、ありますけど、はい、心の準備もあるじゃん。そういうのってなんかありますよね、絶対ね。まるっとカリッと。じゃあ、いきますか。はい。じゃあ、まず iPad ですね。iPad。はい、で、あとは、これ骨盤ベルトですね。骨盤、こういうの、骨盤ベルト。ちょっと何かあった時にお腹締めたいじゃん。なんかたまにあるじゃないですか。いきなり何もないのになんかさ、なんかすごいピチピチなやつ着せられる時あるんで、これ骨盤ベルト。はいはい。まあ、消毒。あ、大事ですね今。はい。うん、結構消毒系は持ち歩いてるんで、これマスクね。おお。あとは。ヨモギ温度、あとカイロ。これまあ夏なんですけど、はい、結構やっぱり夏だから室内が寒くなってってなった時にちょっとやっぱり子宮から温めたいなっていうところがある。これは、はい、あのパンツにナプキンを貼り付けるんですけど、はい、そのナプキンとパンツの間にヨモギパッドっていうあったかいやつがあって、それを入れるの。だから8時間ぐらいは、あ、8時間ってことはないよ、ごめんなさい、2、3時間2、3時間目安に使うんですけど、2、3時間はあったかいから、本当にこの中からあったかくなるか、これ女性の人はすごいおすすめです。逆にこれ男の人はダメなんて、やっぱ股間をやっぱ温めたらダメなんで、なんで気をつけてください、これ男の人は。こういう薬的には、薬っていうか、なんていうか、あとこういうパッ、バンドエイド、キズパワーパッド、うん、で、これはなんか化粧品のクリーム、クリームこれ結構なんか、そう、メイクさんがいつも使ってて、すごいいいよっていうやつ、保湿するのに使う。へー。で、あとは本ですね。お、これ何読んでるんですか？平子さんの本です。あ、へー。今日も読めよう、くどこうか。はい、めちゃくちゃいい本ですね。あとこれリンクマちゃんのフォトエッセイなのかな、これ、うん、かわいい、かわいいですね、送ってきてくれて。そうなんですよ。で、会った時とかも本くれたりとか、結構優しくしてくれますから。で、あとはもう本って言えば、私が大好きな、犬のカタログ。そうそう、19年のやつ。結構長いこと愛読してるんですよ。そうなんですよ。で、あとこれはなんかゴリラのノート、白鳥動物園で買った。 あとはカリンコちゃんのステッカー。あ、自分のデザインされたキャラクター、はい、そうなんです。で、あとはもうこの色鉛筆とか、一応大きめの。すごい、めっちゃぎっしり入ってますね。そうなんですよ、これ書くときも結構、あとはこれはまあ、これはカリンコちゃんのワッペンで、あとはこの付箋、謎手紙を書くやつですね。そうですね。え、かわいい。結構付箋はたくさんめちゃめちゃ、じゃああります、常備して、はい、本当にね、めっちゃ入ってる。人に合わせて書いてます。そう、人に合わせて書いてます。これはだいぶ必需品ですね。で、あとこれは昨日の昨日のロケでいただいたお茶ですね。はい。で、あとのど飴、おお、これ結構気に入ってる。うんうん。で、あとはエアポッツ、アイポッツじゃない、耳のさ、ゴミつくね。結構音楽とかも聞くんですか？音楽は、そうですね、移動中は結構聞く。あと音楽何聞いてるんですか？音楽ね、なんだろうな、最近ネクニジョーテンのネクニショッピングが聞くし、いやー、主題歌、そうそうそう、はい、主題歌なんかドラマとかやってましたけど、今日でミラクルショッピングって。あとはこれはスタッフさんに会った時に、はい、私お菓子、あとこの最近なんかすごい体にいいと言われてる、はい、このビタミンを入れてる、なんかチュールみたいな。これチュールっていう場合ではないの。チュールではないよね。なチュールってなんか犬とか猫のさ、チャオチュール。あとお財布、あら、立派な。これはどこですか？はい、水筒です。おあと、これポーチ、
自分のメイクポーチ、これフライングタイガーで買った。それぐらいかな。あとあった最後のこれ、あのカズさんのこう新幹線でもらうそう、使いやすいですよね。なかなかね、あの湿り気が取れないやつ、ね、ずっと潤ってるよね。これさ、ダンディーハウスじゃなくて女の方とかだったら自分行きたいな。なんか今の宣材写真ハマると思うんだよ。ちょうど横側だし、いいですね。女のエステとかあれば全部見せますから巻き毛抜くでもいいし、夏毛もできるし。そうですね、めっちゃ入ってますね。パンツとかもあるけど、まあ出しませんね、パンツとか。そうです。なんかある時のためによくたまに本当にあるんですよ、ドッキリでなんかボンって粉ついて水びしょびしょみたいな、はい、そっちですね。そう、時とかやっぱ私も本当に結構漏らしがちなんで、パンツは本当に入れてんの。出川さんでしょ。出川さんが本当に、出川さんはそうしてるっていうので、なかなかこうやって自分の入ってるものを見ることないんで、ただ恥ずかしいっすね、なんか裸見られてるみたいな自分の、なんかわかる。これで1本大丈夫でしょうか。これで1本ですか、うん、ちょっと抱き合わせかもしれないですけどね。何抱き合わせ。やらしい。なんか何ですか、抱き合わせって手紙さん。この動画を見てリングマちゃんがとても可愛いなって思った方は